はい、ハストン心さんのインタビューです。本日のテーマは、最後の転生者が人間の体を借りるのが、まあ、最後だと。じゃあ、その最後を終えた後、どうなっていくのかっていうのをぜひ教えてください。最後の転生者、最後になった時、まあ自分の役目役割を終えるにね、人間のこの体を終えて、自分の役目を役割を果たし終えた時、帰る場所へ帰るんだけど、その帰る場所に帰るっていうのと、そして、地球とか、今、残された者たちのサポートに回ったり、そして、ガーディアンスピリッツとか、アジェントマスターとかね、ああいったものとして、世界中をサポートする側になる。名前は知られなくても、もうそれは関係ない。なんだろうな。わかりやすく言えば、わかりやすく言えば、守護霊様たちみたいに守ってくれる。まあ、一人一人につく場合もあるし、一人一人につかないで、まあ、世界中を飛び回ってやったりとかね、する者たちもいれば、たくさんいるんだよね。まあ、その人たちの役目役割もいるんだけど、大抵は、まあ、その人についたりとか、人についたりとか、やってる人たちが多いけど、世界中飛び回ってる人たちが多いかな。まあ気になる人が、亡くなって気になる人がいれば、そっちにかかってサポートしたりとかする場合もあるけど。大抵はもう、どんな人でも、なんか飛び回ったりとかして、そして、優しく包み込んで、そして危ない時には、危ないよって、危険だよって教えてくれたり、体のサインとか、あと、精神のサインとか、そういったもので教えてくれたりとかね、してくれたりとかするんだけど、大抵の人たちはそれに気づかない、スルーしてしまって、まあ、大きなことに繋がったりとかするんだけど、ちゃんと教えてくれるんだよ。目に見えない人たちがね。そんな感じになっちゃうかな。はい、ありがとうございます。